たこれだけか。聞くだけ聞いてみるか。またそんなもの買ったんですか。一体。いや、今度こそ当たる気がするんだ。一等が当たったら家だって車だって買えるんだぞ。当たるわけないわ、宝くじなんて。それより見てください、また今月も赤字なのよ。そんなの買うお金があるんならコツコツ貯金して。それはそうだけど、やはり夢を。夢じゃお金は。うちって本当にお金がないんだね。あれじゃお小遣いの前借りなんて頼めないよ。君という人はいつもお金を欲しがってるね。そうなんだよな、お金のことではいつも苦労するよ。ああ、いっそお金のいらない世界に住めたら気楽だろうな。お金のいらない世界ね。じゃ、住んでみる？え？やったやった。もしもボックス！そうか、もしもボックスがあったか。もしもこんなことがと思ったことを実際に実験できるんだよね。うん。それでは早速。もしもお金のいらない世界になったら、ん？何も変わってないけど、これでお金のいらない世界になったの？なったよ。本当の本当に？うん。ということは、あれを手に入れられるはずだ。夢にまで見たあれがタダでもらえるなんて。急げ急げ。これこれが欲しかったんだよ。もらっていきます。おや、ちょちょちょっとちょっと、君タダで品物を持っていく気？だってそれは2万6000円の品なんだ。おかしいな、お金はいらないはずなのに。話がうますぎると思ったんだ。代金2万6000円持ってってくれなくちゃ困る。このお金くれるの？ずいぶん当たり前のことに驚くんだな。そういうことは、どら焼きください。はい、どうぞ。それと代金ね。やっぱりこの世界では買い物をするとお金をくれるんだ。欲しいものが何でも手に入る上にお金までもらえるなんて。ここからここまで全部ください。なんて素晴らしい世界なんだ。ずっとこの世界に住みたいよ。ただいま。困ったわ、今月も赤字が出ちゃった。お母さん、お金のことでお困りのようですね。ここに大金があります。いやいや、遠慮しないで使ってください。たまには親孝行しなくては。ね、そうそう、二人ともまた無駄もらいしたのね。え、無駄もらい？もうお金がたまりすぎて困ってるのに。どうするの？大変だ、釣りにやられた。散歩してたら知らないうちに懐に10万円も入れてあったんだ。もう知らない、とてもやりくりなんかできないわ。ごめんな、もうすぐ月末だし会社へ給料を持っていけるから。でもあなたの給料安いもの。一体どうなってるのこれ。どうやらこの世界ではお金は必要がないだけじゃなく、手にしたくないいらないもののようだね。いらないものって？お金を持っている人が貧乏で、お金を持っていない人がお金持ちなんだ。どういうこと？とにかくあべこべなんだよ。まあ見事なダイヤ、6000万円ももらわされましたのよ。お宅は金なしでいらっしゃるから羨ましいわ。サルジャリー、静かにしろい。騒ぐな、命が惜しかったら金をもらい。やっぱりあべこべなんだ。じゃーん、すごいわ。それ高いんだろ。
ね。大金なし？のび太の家は大金持ちだからな。かわいそうに。大金持ち？僕バカにされてる？多分ね。大金持ち、大金持ち。なんだか春が取ってきたぞ。大金持ち。そうだ。本当にやるの？お金が邪魔なら埋めちゃえばいいんだ。いくらなんでもまずいんじゃ。平気平気。なんだ？お金だ。君たち、そんなところへお金を埋めちゃいかん。僕たちじゃないよ。不敬です。逮捕する。あ、こら、待ちなさい。言わこっちゃない。助けて。重要文化財の壺が弁償じゃ。1億円受け取ってもらおう。1億円。お金を捨てたもの罰金1億円だ。そんな、どうしよう。こんなの持って帰ったらママに怒られる。怒られるどころかショックで寝込んじゃうかもしれない。お金がこんなに。ママ大丈夫か？もらってしまったものは仕方ない。どうにかしよう。どうにかって？そうだ。どうにかするって宝くじ？今日が抽選日なんだ。そんなの当たるわけないわ。今までだって一度も当たったことがないじゃない。そうなんだよな。でも一応。宝田さん、今日はありがとうございました。抽選は終わっちゃったみたいだね。僕も興奮しちゃいましたよ。当たらなかったけど。最後に当選番号をもう一度。のび太、メモメモ。どうせ当たらないわよ。一等は A 組の11365番、二等は B 組59323番、三等は一等以外はいい。このくじが A の11365番と、当選番号は一等が A の11365番、こっちが A の11365番か。やっぱり当たらないもんだな。ダメか。当たるわけないわよ。世の中そんなに甘くないな。こっちが A の11365番、一等が A の11365番、こっちが A の11365番。お？ん？惜しいな。ちょっとの違いじゃない。近いだけに惜しいわね。まるっきり違ってれば諦めもつくのに。まったくだ。こっちが A の11365番、伊藤が A の、A は合ってるわね。こっちが A の11365番、伊藤が A の11365番。あれ、ちょっと読み上げてみてくれ。一等が A の、 A の11365番。これでお金が全部なくなるわ。助かった。結局うちはお金があってもなくても苦労するんだね。こんな世界ゴリゴリだ。さっさと元の世界に戻そう。元の世界に戻った？そのはずだけど。試してみなくちゃ安心できない。
ちょっと代金26,000円。それは僕がもらうの？払うの？はあ？払うに決まってるだろう。確かに元の世界だ。よかったよかった。